よろしくお願いいたします。お願いいたします。皆様こんばんは、木村昴と申します。どうぞ本日はよろしくお願いいたします。そして花澤さん。はい、花澤香菜です。どうぞよろしくお願いいたします。さてちょっとお二人にも突然ですけど聞きたいんですけど、はい、映画音楽パッと思い浮かぶ皆さんにとっての思い出の映画音楽って何ですか？いっぱいありますけれども、僕はあのレントという映画のシーズンズオブラブとか、あとスタンドバイミーとか、ああいった音楽が大好きですね。はい、花澤さんは？私はあの琴の葉の庭という新海誠監督作品のあの雪の先生の役の声を演じさせていただいたんですけど、はい、その畑基博さんのレインっていう曲が本当に素晴らしくて、はい、もうなんか いつも聴いちゃいますね。ですか。突然の質問にもね、力を答えて、もうあの押してると思います。そうです、はい、分かりました、それではアワードセレモニー最後までどうぞ皆さんお楽しみください。はい、改めまして別所さん、リリコさん、どうもありがとうございました。さてアワードセレモニーでは最高賞であるジョージ・ルーカスアワードのほか各賞が発表されます。そのトロフィーはガラスアーティストの野口真理さんによってデザインされました。これらのトロフィー、そして賞金、さらにはアカデミー賞への切符を手にする監督が誰になるのか、会場の皆さん、そして配信をご覧の皆さんと共に見届けてまいりたいと思います。はい、木村さん、会場の皆様、そして配信をご覧の皆様、最後までお付き合いよろしくお願いいたします。お願いいたします。昨年に引き続きアワードセレモニーを全世界に向けて日本語と英語同時通訳の2チャンネルでオンライン配信しています。はい、YouTube ライブをご覧の方で英語同時通訳配信をご覧になりたい方は概要欄に記載の URL からアクセスしてください。 For those of you watching on YouTube for simultaneous English translation please go to the URL in the overview。木村さん、とても流暢な英語ですね。あは、いい、Thank you。 かっこいい。木村さんはですね、アニメドラえもんの声優をはじめ、ハリウッド映画のキングスマンの吹き替えの他にも役者としてね、活躍されたりと、はい、まさにこの国際的な映画祭の司会を務めるのにぴったりですよね。いや、光栄です。まさかガキ大将がこうして司会をさせていただける大変光栄でございます。ありがとうございます皆様。さあ、そんなですね、花澤さんもですが、働く細胞の声優をはじめ、はい、声優でありながらですね、はい、歌手として海外でもライブをされるなど世界的に もうとっても大人気な方でいらっしゃるんですね。今配信のご覧の方たちもですね、皆さん我々のことをね、知ってくださっていて、アニメをご覧くださっている方がいらしたら非常に嬉しいですよね。そうですね、皆さん見てくださってますか？最後までよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。どうも、ジャイアンの声優木村昴です。皆さんよろしくお願いします。頑張ります。はい、今年もコロナウイルスの対策をしっかりと行って開催してきた映画祭ですが、残念ながらね、あの日本にお越しいただけなかった海外監督の皆さんにオンラインから映画祭に参加していただきました。その様子がこちらです。すごいですね。すごい。このセレモニーでも海外からのオンライン生出演を予定しています。はい、コロナ対策として、花澤さんお持ちのこちらのマスクですね、こちらはあの昨年に引き続き、ブレセアというマスクブランドにお互いクリエイティブの力とベンチャーマインドで時代を切り開きたいという思いが合致して、今年のテーマシネマドベンチャーの文字を入れて作っていただきました。客席やですね、舞台上では万全な安全対策をした上で開催をいたします。皆さんご安心くださいませ。はい、そしてこちらの大きな LED ビジョンは LED ビジョンの設置、販売からリース、レンタルを展開している LM 東京株式会社さんの自社ブランドで未来のテクノロジーとサービスを提供する LED 東京さんに機材協力いただいています。ありがとうございます。昨年より始動したプロジェクト DIVOC12 より上田慎一郎監督、そしてキャストで女優の松本穂香さん、さらに株式会社ソニーピクチャーズエンターテインメント富田さんにご登壇いただいております。リアルな現場ではなく、バーチャル上のセットで演技をされた際のお気持ち、お聞かせ願いますでしょうか。はい、今監督がおっしゃってたように、あの木の枝を私の前でこうスタッフさんが
振ってるところはこう走ってるっていうシーンだったんですけど、実際にはこうその場でずっと同じ場所で駆け、なんだろうな、足踏みしてるだけだったので、実際にこれが映像になった時どうなるんだろうっていうちょっとワクワクしながら、で毎シーンこう背景の映像が変わっていくので、こう同じ場所なんだけどこう衣装着替えて戻るたんびに全然雰囲気が変わってるので、あーって毎回感動しつつ、やっぱ日本で初めてのプロジェクトなのでスタッフさん全員がすごい新鮮な気持ちで楽しく挑めました、はい、ありがとうございます。スマートフォン映画作品部門サポーテッドバイソニーには新規設立部門として最多数のエントリーがありました。ステージには受賞されたハリア監督、小林監督と審査員を務めていただきました映画監督の内田英二さん、そして女優の池田エライザさんにご登場いただいております。スマートフォンで撮影をするという一つのテーマを額面通りに受け取るのではなく、自分たちでまた再構築して、何でしょう、クオリティはこう保持しつつ、スマホでできる最大限のことをやってらっしゃるっていうことが本当にその手において本当に一線を画していたというか、満場一致でこの作品はすごいすごいに尽きる作品だとこう思いました。ですし、ショートフィルムなんですけれども、時間の概念をこう何でしょう、揺るがすというか、こう短いからこそ解き放たれていて、短いからこそすごく自分に突き刺さる感覚があったので、本当に衝撃を受けました。本当におめでとうございます。池田さんは今回審査をされて何か発見はありましたでしょうか？そうですね、応募件数が本当にたくさん多かったということが非常に嬉しいことだなと思いました。世の中には本当にたくさんの方々がクリエイティブな気持ちを持っていて、意識を持っていて、ただ映画にするっていう敷居の高さも感じてきたと思うんです。それがスマートフォンでっていうこういう部門を設けられることによって、自分も映画を撮ってみたい、なぜなら伝えたいことがあってっていうところにこう敷居が低くなるっていうのは語弊があるかもしれませんが、取り組みやすくなるっていうことが非常に喜ばしいことだなと思いましたし、何でしょう、私も挑戦してみたいなと感じました、はい、見てみたいですステージには最優秀賞受賞の西山雅樹監督、プレゼンターのショールーム株式会社代表取締役社長前田裕二さん、俳優で映画監督の斉藤匠さんにご登壇いただいております。最優秀賞を受賞された西山監督、今のお気持ちをお聞かせいただけますか？大きなカメラだったり大きな画面がなくてもですね、アイデアであったり信念だったり、手の中に収まる小さな画面さえあれば面白い映画が作れるということを、この映画最後教えてくれました。ありがとうございます。斉藤さんは俳優映画監督としてこの作品をどうご覧になりましたか？僕は昭和の成分の塊のようなアナログ人間なんで、縦型に対して最初どう自分が捉えるのかなと思っていたんですけど、日常横型より縦型の方が僕自身画角としては、身近な画角なんだなということを今回の作品を拝見して気づかされました。と同時にスマートフォンで僕は拝見したんですけれど、黒みブラックアウトになる瞬間に映像を見ている自分が映り込むんですね。これはスクリーンだったり、テレビでは味わえなかった作品との距離、またホラーという性質も含めて非常にこう近い怖さみたいなものがこのスマートフォンならではの作品の味わい方、楽しみ方だなと思いました、はい、大きな拍手でお送りください。